セントフランソワ軍、ミズーリ州、セントフランソワ軍は、アメリカ合衆国ミズーリ州の東部、リード、ナマリベルト地域に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は65,359人であり、2000年の55,641人から17.5%増加した。軍庁所在地は、ファーミントン市、人口16,240人であり、 同軍で人口最大の都市でもある。セントフランソワ軍は1821年12月19日に組織化され、軍名はセントフランシス川にちなんで名付けられた。この川の名前の由来は明らかでないが、アシジのフランチェスコにちなむ可能性がある。別の説では1673年にこの地域を探検したイエズス会宣教師ジャック・マルケットが、やはり イエズス会宣教師、フランシスコ・ザビエルにちなんで名付けたというものである。マルケットは北アメリカの旅に出る前に、聖フランシスコ・ザビエルの伝道書でしばらく時を過ごしたことがあり、イエズス会なので、フランシスコ会を称えるような名前を付けた可能性は低い。地元の者のは、英語のセント・フランシスと発音している。セント・フランソワ軍は、セント・ルイス公域都市圏に属しており、 セントルイス市のベッドタウンはいくつかある。セントフランソア軍となった地域で最初の開拓地は1796年春に現在のビッグリバーミルズに作られたものであり、アンドリュー・ベーカー、ジョン・アリー、フランシス・スター・ネーター、ジョン・アンドリューが入った。彼らはそれぞれ1794年に土地登記を行ったが、家族を連れてきたのが1796年だった。 アンドリュー・ベーカーのみが家を持ち、他のものはキャンプで生活した。ビッグ側の北岸に大きな家を建てたベーカーは、そこに町を作った。一時期は奴隷を200人所有しており、地域でも最大級に裕福なものだった。ベーカーの子供たちは皆結婚して740エーカー、3.0キロメートルあった農場を離れた。この農場は納税のために売却され、 その後さらに1エーカーあたり30ドルで売られた。同じ年にビッグ川沿いにいくつかの家族が入った。その中にボイスブルールボトムから来たエリシャ・ベーカーとその息子エリジャーよびジョセフリードがいた。1798年、ソロモン・ジョージがセント・フランシス川沿いに入植した最初者になった。1八百五年から1八百十年、セント・フランシス川、ドーラン・クリーク。 フラット側に沿って開拓地が発展した。開拓者が次々と地域に入ってくるようになり、地方政府を設定する必要性が生じた。3人の委員が軍庁所在地を選定するために指名された。新しいセントフランソア軍はすでに存在していた。セントジェネビーブ軍、ジェファーソン軍、ワシントン軍の一部を合わせて設立され、広さは410平方マイル。 1 1 0 0トルあった。サリーバークスキースが残した記録には新軍の境界を決めるための方法が記されている。キャロル・ウィリアムズと他に3人の男性がある地点、おそらくは現在の軍庁舎広市に立ち、そこから6時まで馬で,で進むことになった。一人は北、一人は南、一人は東、一人は西に進んだ。彼らが止まったところが境界線になった。このために、 境界線は、いびつな形をしている。セントフランソワ軍は公式には1821年12月19日に、組織化され、まず、アレクサンダー・マクネア知事が、ジェームズ・オースティンを軍長に、ジョージ・マクガハンとジェームズ・ W ・スミスを政委員に、指名した。彼らは1822年2月25日、ジェシー・マーフィーの家で、最初の会合を開き、 ジョン・ディ・ピアーズを初代事務官に指名した。最初の巡回裁判所も同じ場所で開かれ、NB タッカーが判事にジョン・ディ・ピアーズが事務官に指名された。ヘンリー・ポストン、ジョン・アンドリューズ、ウィリアム・アレクサンダー、ジェームズ・ホルバートが軍庁所在地を決める委員に指名され、1822年9月22日、ディ・マーフィーが軍庁のために53エーカー、21万メートルの 土地を寄付し、その場所が1823年2月27日に承認された。1824年、レンガ作りの軍庁舎が建設された。その後便利のいい場所に教会と学校が建てられた。新しい住人が加わり、平和と繁栄が続いた。ミズーリ州議会議員に選ばれる市民も出てきた。1845年頃、 アイアンマウンテンとパイロットノブで先鉄の製造が始まり、セントジェネビーブなど近くにあるミシシッピ川の出荷地点に送られた。これで多くの荷車輸送業者や輸送船、精錬業者などの雇用を確保し、農産物の過剰分を売る市場ができた。1851年、古いマルタ作りの監獄に囚人が火をつけ、ほとんど全焼した。これはすぐに、 石造りの建物に置き換えられた。1850年、古い軍庁舎が取り壊され、さらに大きく便利な庁舎が建てられた。1851年から1852年、アイアンマウンテンからファーミントンを経由して、セントジェネビーブまで板張り道路が建設された。これが交易に新しい刺激となった。プルウィットパターソンがファーミントンの東3マイル、 5トル、板張り道路が、ブルフクリークを渡る場所沿いに、ブルーム溶解路を建設し、さらに多くの雇用を生んだ。鉄鉱石が、アイアンマウンテンから出荷され、鉄にして、セントジェネビーブに運んだ。1858年、バレーフォージと呼ばれたこの溶解路が、シュート・ハリソンバレーの所有となり、監督官のチャールズ・ウェイ・パイリーが利益を出して、創業したが、 1863年機械が取り外され、建物と土地は売却された。南北戦争が始まった時、セントフランソワ軍は、州内の他の軍隊班と同様、政治的に分裂し、M ジェフ・トンプソンの下で兵役に取られないように逃げ出す、ものも多かった。トンプソンの部隊は、ビッグ側に架か,かるアイアンマウンテン橋を破壊したことがあった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は452平方マイル、1170キロメートルであり、このうち陸地449平方マイル、1160キロメートル、水域は3平方マイル、7.8キロメートルで、水域率は0.65%である。セントフランソワ軍の地形は丘陵あるいはうねりのあるものだが、最南部と、 北東墨はテーブル状になっており、果樹栽培と放牧に適している。ファーミントン周辺とセントフランシス川、両岸数マイルは優れた土地であり、樹木が茂り、適度なうにりで排水を不要にしている。春には、尽きることなく水が供給され、ブラックウェルクリークとロッククリーク、セントフランシス川、ウルフクリークとバッククリークで排水される。ストの山が、 羊の放牧に適しているとされている。軍北部は北に流れるビッグ川と、そのフラット川などの支流で排水されている。フラット川は地元では、フラットリバークリークと呼ばれている。軍南西部は、インディアンクリークによって排水され、特に丘陵が多い。中部と北部は、ビッグ川とその支流、フラット川、デイビスクリーク、ビッグブランチ、テレブルートスリー川で排水される。 フラット川は1994年にパークヒルズ市ができる時に消失したフラットリバーの町名を残した形になっている。これら水流の流域は農業に適用され、穀草類はよく育っている。蒸気水流のいくつかには良い製粉所があり、年中製粉機を動かす水力にも恵まれている。高地は樹木が茂り、一泳があたり40ないし1高0コード。 140から360メートルの木材を生んでいる。樹種はホワイトオーク、赤菓子はレッドオーク、黒菓子、ブラックオーク、西洋トネリウコ、桜、クルミ、ヒッコリー、カエデ、ゴム、ポーポー、花水木であり、水辺では西洋カジカエデ、低地ではバターナットがある。杉山津は高地のいくつかの場所で見られる。土壌は黒色ロームが一般的である。 ファーミントン金号では、氷土の下に肥沃な赤粘土の底土がある。この土地は草に適している。あらゆる種類の草が豊かに育ち、1エーカーあたりにないし2.5トンのし草を生んでいる。市場に出せば、1トンあたり12ないし20ドルで販売される。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 セントフランソワ軍の25歳以上の住民のうち、72.4%は高校卒以上の学歴を持ち、10.2%は学士以上の学位を持っている。軍内の高等教育機関としては、パークヒルズ市の公立2年生、コミュニティカレッジである、ミネラルエリアカレッジがある。2000年宗教データアーカイブ、教会軍別信都報告書によれば、セントフランソワ軍は、 クイーンジープロテスタントが最多数を占めるバイブルベルトにある。最も多い会派は南部バプテスト連盟の四十五点四八パーセント、続いてカトリック教会の十四点九四パーセント、メソジストの八点三七パーセントである。ファーミントンのメモリアルユナイテッドメソジスト教会には豊富な歴史がある。ファーミントンがマーフィの開拓地だった千八百三年に遡る。 ことができる。マービー牧師の未亡人サラバー・トン・マーフィーがこの土地を登記し、その丸タ小屋の家での礼拝に他人を招待した。これがミシシッピ川より西では最初のプロテスタント日曜学校となり、その場所はサウスヘンリー通り沿いシンソニック墓地の北東隅にある記念碑で記されている。開拓者の数が増えるとメソジストエピスコパル教会は 成長を続けたが南北戦争で国が荒れると教会も会派で分かれた。戦後教会はメソジストエピスコパル教会とメソジストエピスコパル会南部として再建され、南部側はジェファーソン通りとハリソン通りの角にあった木枠建物に入った。1881年メソジストエピスコパル教会南部はウェストコロンビア通りとクレイ通りの角に来た新しい レンガ作り建物に移った。まもなくこの建物では収容しきれなくなり、それを一旦壊して同じ場所に新しいレンガ作り建物を建設した。現在はフリーウィルバプテスト教会が入っている。メソジストエピスコパル教会北部は1844年以降、活動を停止していたが、戦後に主にエリザエ・カールトンの指導で復活した。カールトンは、 教育がある経験な女性であり、町の北にカールトン学校を設立した。彼女の呼びかけに応えて3人の牧師が訪れ、セントフランソワ軍、セントジェネビーブ軍の全部と、ジェファーソン軍、ワシントン軍、アイアン軍、マディソン軍の一部を含むファーミントンサーキットを組織化した。1878年、ファーミントンが変化した。牧師たちは戦中に活動を停止した。 キリスト教会からハリソン通りとサウスヘンリー通り角の大きなレンガ作り建物を購入した。礼拝はその2階で行われ、牧師とその家族が1階に住んだ。この教会の存在は続いてファーミントンに移ってきたカールトン・カレッジによって強化された。この会派が成長すると、ウェストコロンビア通りとフランクリン通りの角に新しい土地が購入された。 地元産の石灰岩を使った建物がここに建てられ、岩の教会と呼ばれることも多かった。この教会の成長は、町の成長と時を同じくしていた。メソジストエピスコパル教会南部は、マーフィー夫人の子孫から、そこそこの遺産贈与と素晴らしいオルガンの寄贈を受け、理事会は1927年に名称を、マーフィーロングメモリアルメソジスト会と改めることを決めた。 メソジストエピスコパル教会北部も、その約10年後に、カールトンを記念して、カールトンメモリアル教会と改名した。この二つの教会が1950年に統合され、家族名が消えて、メモリアルという言葉が残った。1939年、メソジストエピスコパル、メソジストエピスコパル教会南部及び、プロテスタントメソジスト協会が全国及び世界中で、 統一されることになった。1950年、地元の二つのメソジスト教会は統合を決めた。これは三つの熱心で活動的な会派が神への務めを共に行うことを決める機会となった。エルバートシーコール牧師の指導で二つの会派が一つになり、互いの良さを引き出した。多くの検討や研究が行われた後に合併した教会員は、 町の北側の3.5エーカー、14000メートルの土地に新しい建物を建てることを決めた。教会員はこの大きな計画のために必要な資金集めに活発に動いた。ファーミントンの人口が増え、交通が要因になると小さな教会は大きなものに合流した。もともとドイツ語話者が作ったコペンハーゲン教会は1917年にメソジストエピスコパール教会に入った。 デラサスの教会員は1950年頃にメソジスト教会員となった。1960年、町の北にあるセーラム教会が大きな教会に合流し、その後の1965年にはセントポール会派も合流した。教会組織によ、数多い計画と個人の犠牲的貢献によってこの新しい施設は今日も利用されている。建設の第一段階は、 聖壇と教育堂を含んでおり、1953年に完成した。1957年、教会は借金を返済し、すべての人々の礼拝所として落成した。集会所、キッチン、パーラー、地下室を含む教区新都会館は1962年に完成した。修正教会員からの依存である牧師館は1979年に完成した。 1998年、新しい教室と事務所を含む建物が追加された。祈りの庭が2006年に完成した。セントフランソア軍の地方レベルでは、共和党が大半の政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職は一人を除いて、独占している。大統領選挙のレベルではかなり独立色が強いが、やや民主党支持の傾向がある。 2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが、セント・フランソア軍を制したが、その票差は、タグによりも、かなり小さかった。992年と1996年の、選挙では、ビル・クリントンが10ポイント以上の差をつけて制した。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と、同様、バラク・オバマより、ジョン・マケインを選んだ。ただし、票差は、 タグによりも、かなり小さかった。セントフランソワ軍は、田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であり、経済問題については、リキシークラットに、典型的な中道あるいは、人民主義的傾向もある。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、セントフランソワ軍は79.03%という、 圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、水売り州は同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、セントフランソア軍では50.53%が反対した。州全体では51%の賛成と、 過労死で改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが、最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、セントフランスア軍では79.36%が支持した。 この命題は、州内のどの軍でも支持され 75.、75.94%が賛成した。2008年の大統領予備選挙で、セントフランソワ軍は、共和党のジョン・マケインと民主党のヒラリー・クリントンを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で投じられた、総票数よりも多かった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。